誰かと同じだと嫌だったけれど、誰かと一緒にいたかった。自分らしさが欲しくてあれこれ探した。そして見つけた自分を誰かに見て欲しかった。隣に誰かがいてくれることが当たり前だった時代、私は私なんて強がっていたけど、多分そうじゃない。時代が変わって働き方とか休み方とか新しいことが言われるようになって、一人でいる時間が増えた今、私しかいないはずなのに少し不安になっている。あの時自分を磨きすぎていいところまですり減っちゃったんじゃないかって笑ってしまうくらいに、私らしさってなんだろう、私何が好きなんだろう。前は仕事も美味しいものを食べるのも大好きだって胸を張って言えたんだけど、便利だけどみんなの息遣いが聞こえないテレワークや、一人味気ない食事に疑問を持った時気づいたんだ。私は働くことや食べることが好きなんじゃなくて、喜ぶことが好きなんだって。笑ったり泣いたり、時には喧嘩するのも嬉しいんだって。だからさ、もう少し、そしたら今までの分まで私らしくいられる気がするから。果てしない私の世界を旅しよう。長崎フォトリップは長崎県本田カーズの提供でお送りしました。